リアルタイムでの常時状態監視および予知保全ソリューションがメンテナンスコストとダウンタイムを大きく削減します。予知保全ソリューションを実現するためには高精度のセンシングデータが重要です。MEMSや圧電素子型の加速度センサーを設備に取り付けることで高精度のデータが得られます。それをさらに分析し故障予知アルゴリズムの作成に使用します。しかし振動データから具体的な対応策を得るには幅広いエンジニアリングの知識と経験が必要です。 CN0549 は状態基準保全のハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム開発を加速させる完成度の高い開発プラットフォームです。このシステムの特徴は次の通りです。圧電素子型センサーに匹敵する高帯域 IEPEMEMS 加速度センサー、 MEMS センサー用に最適化されたメカニカルマウンティングブロック、24ビット高精度 IEPE インターフェース、データ処理データ解析のための組み込みゲートウェイ。 CN0549 は振動データを素早く評価するためのオープンソースソフトウェアとアプリケーションを提供しています。ソフトウェアインターフェースは組み込みシステムから MATLAB や Python などの一般的なデータ解析ツールへの接続を簡素化します。振動データのリアルタイムデータ処理により価値ある機械学習アルゴリズムの作成を可能にします。 CN0549 開発プラットフォームがお客様の状態監視システムにおける開発から市場投入までを加速させることが可能です。